舞踏会芥川龍之介1明治19年11月3日の夜であった当時17歳だった家の麗城秋子は頭の剥げた父親と一緒に今夜の舞踏会が催さるべき六名館の階段を上っていった 明るいガスの光に照らされた幅の広い階段の両側には、ほとんど人口に近い大輪の菊の花が三重の間垣を作っていた。菊は一番奥のが薄紅、中ほどのが濃い黄色、一番前のが真っ白な花びらを房のごとく見出しているのであった。 そうしてその菊の間書きの尽きるあたり階段の上の舞踏室からはもう陽気な還元学の音が抑えがたい幸福の吐息のように休みなく溢れてくるのであった明子はつとにフランス語と舞踏との教育を受けていたが正式の舞踏会に臨むのは今夜がまだ生まれて初めてであった だから彼女は馬車の中でも折々話しかける父親に上の空の返事ばかり与えていた。それほど彼女の胸の内には愉快なる不安とでも形容すべき一種の落ち着かない心持ちが根を張っていたのであった。彼女は馬車が六名館の前に泊まるまで、 何度苛立たしい目をあげて、窓の外に流れてゆく東京の街の乏しい灯火を見つめたことだか知れなかった。が、六名館の中へ入ると、間もなく彼女はその不安を忘れるような事件に遭遇した。というのは、階段のちょうど中ほどまで来かかった時、二人は、 一足先に登っていくシナの体幹に追いついたすると体幹は肥満した体を開いて二人を先へ通らせながら呆れたような視線をアキコへ投げた初々ういういしいバラ色の舞踏服品よく首へかけた水色のリボンそれから濃い髪ににおっている たたった一輪のバラの花。実際その世の秋子の姿は、この長い便髪を垂れたシナの体幹の目を驚かすべく、開花の日本の少女の美を遺憾なく備えていたのであった。と思うと、また階段を急ぎ足に降りてきた若い塩尾服の日本人も、途中で二人にすれ違いながら、 反射的にちょいと振り返って、やはり呆れたような一別を、秋子の後ろ姿に浴びせかけた。それからなぜか思いついたように、白いネクタイへ手をやってみて、また菊の中を忙しく玄関の方へ降りていった。二人が階段を上がりきると、 二階の舞踏室の入り口には、反白のほうひげを蓄えた主人役の伯爵が、教官にいくつかの勲章を帯びて、類十五世式の装いを凝らした年上の伯爵夫人と一緒に、応用に客を迎えていた。秋子はこの伯爵でさえ、彼女の姿を見たときには、その老下らしい顔のどこかに、 一瞬間無邪気な驚嘆の色が巨来したのを見逃さなかった。人のいい秋子の父親は嬉しそうな微笑を浮かべながら伯爵とその夫人とへ手短に娘を紹介した。彼女は周知と得意とを変わる変わる味わった。が、その暇にも、賢高な伯爵夫人の顔立ちに、 下品な気があるのを感づくだけの余裕があった舞踏室の中にも至る所に菊の花が美しく咲き乱れていたそしてまた至る所に相手を待っている婦人たちのレースや花や象牙の扇が爽やかな香水の匂いの中に 音のない波のごとく動いていたあき子はすぐに父親と別れてそのきらびやかな婦人たちのある一団と一緒になったそれは皆同じような水色やバラ色の舞踏服を着た同年輩らしい少女であった彼らは彼女を迎えると 小鳥のようにさざめきたって、口々に今夜の彼女の姿が美しいことを褒め立てたりした。が、彼女がその仲間へ入るや否や、見知らないフランスの海軍将校が、どこからか静かに歩み寄った。そして両腕を垂れたまま、丁寧に日本風の会釈をした。 アキコはかすかながら血の色が頬に昇ってくるのを意識したしかしその会釈が何を意味するかは問うまでもなく明らかだっただから彼女は手にしていた扇を預かってもらうべく隣に立っている水色の舞踏服の礼状を振り返ったと同時に意外にもそのフランスの海軍将校は チラリと頬に微笑の影を浮かべながら異様な悪さを帯びた日本語ではっきりと彼女にこう言った「一緒に踊ってはくださいませんか?」まもなく明子はそのフランスの海軍将校と美しく青きダニューブのバルスを踊っていった。 相手の将校は、頬の日に焼けた、目鼻立ちの鮮やかな、濃い口ひげのある男であった。彼女はその相手の軍服の左の肩に、長い手袋をはめた手を預くべく、あまりに背が低かった。が、離れている海軍将校は、巧みに彼女をあしらって、軽々と群衆の中を、 舞い歩いたそうして時々彼女の耳に愛想の良いフランス語のお世辞さえもささやいた彼女はその優しい言葉に恥ずかしそうな微笑を報いながら時々彼らが踊っている舞踏室の周囲へ目を投げた皇室の御紋章を染め抜いた 紫ちりめんのまんまくや、爪を張った草竜が身をうねらせているシナの国旗の下には、花瓶花瓶の菊の花が、あるいは軽快な銀色を、あるいは陰鬱な金色を、人波の間にちらつかせていた。しかもその人波は、シャンパンジュのように湧き立ってくる。 花々しいドイツ管弦楽の旋律の風に煽られて、しばらくも目まぐるしい動揺をやめなかった。ア子は、やはり踊っている友達の一人と目を合わすと、互いに愉快そうなうなずきをせわしい中に送り合った。が、その瞬間には、もう違った踊り手が、まるで大きな画が,が狂うように、 どこからかそこへ現れていく